じゃあ始めたいと思います。ちょっと最初の予定と違ってですね、今日は皆さんに、レジュメを渡してないやつからお話をしたいと思いますね。今日はイエスの宗教という題で最初お話をしたいと思います。まあ、初めこれをやるつもりで一回省いたんですけれど、しかし、またこれお話しした方がいいんじゃないかと思いまして。一応、こっち今、ズームの音なんですけど。はい、ごめんなさいね。また画面が。こちらは映ってるんでしょうか。はい、ちゃんと映ってます。映ってますね。はい。はい、どうぞ。それで今日の箇所をですね、読みたいと思います。マルコによる福音書の第2章の5節から7節までを皆さん一緒に読みましょう。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来いよ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができようという言葉ですね。で、このマルコ伝の2章にはこうしたイエス様の伝道の様子が書かれているわけですけれども、まず皆さんですね、福音書を読まれて分かるのは、イエス様の伝道が当時の宗教家たちのとても激しい反対にあったということなんですね。で、どうしてですね、こうもイエス様の宣教と当時の宗教家、道徳家、同じように宗教のことを真剣に考えている人たちと大きな対立があったんだろうかというふうに思うわけですね。まあ、そういう中で、僕は思うんですけれども、イエス様があの当時に多くの人々に与えようとしておられたことと、当時の宗教家たちが人々に与えようとしていたこととの間に大きな違いがあったということですね。そうしますと、我々は今日クリスチャンとして、そしてまたイエス様の福音を語る者として、我々が本当にこの世に対して提示しようとしているものは一体何なのかということをですね、時々考えてみられるのはいいのではないかと思うんです。で、つまり、当時のこの宗教家たちの伝道方法とイエス様の伝道方法には大きな違いがあったんじゃないかというふうに思いますね。まず、宗教家たちは、こういうふうに人々に言っていたわけです。あなたたちが神様に近づくには、まず安息日を守らなければなりません。また、断食や捧げ物によって自分を清めなければなりません。また、罪人たちとの関わりは極力避けるべきです。こういうようなことが一般に宗教的に、熱心な人々によって言われていたことですよね。ところが、皆さん福音書を読まれて分かるように、イエス様はもう構わずどんな人も受け入れられました。罪人を許し、彼らと食を共にし、断食や安息日なんか特にこだわらないで、必要な人がいればいつでもですね、安息日であろうがなかろうが喜んで彼らを助けられたというような様子が福音書の中には描かれていますよね。そういうようなイエス様の行動に対して、当時の宗教家たちは猛烈に反発したわけですね。そして言いました。どうして罪を許す、なんということを言うのかと言いました。神のほか罪を許すことのできる方はいないはずじゃないか。それなのに何の権限があって、あなたはそんなことを言うのかというふうに、当時の宗教家はイエス様を責めました。そしてまたこんなことも言ったんですね。もしあなたが神から遣わされたものなら、なぜ罪人と食を
食事を共にするのか、彼らがどんな過去を持った人間であるかがわからないんですかと言いました。またなぜ私たちのようにあなたもあなたの弟子たちも断食しないんですか、そして安息日にしてはならないことをするんですかというような批判をいたしました。まあ、こういうふうに、まあ、イエス様の行動は当時ですね、まあ、いちいち当時の宗教家道徳家たちを憤慨させたわけです。で、まあ、こういういくつかの出来事から考えてみたいのは、イエス様の宗教の本質というのはどういうところにあったんだろうかということですね。もうすぐに分かることは、イエス様の宗教の中心、イエス様の宗教の本質は、これは許しの宣言にあったということです。ですから当然我々がこの世に対して携えていくものは、クリスチャンになるとはどういうことなんですかと人々が問うとするならば、あなたは許されたのですという宣言ですね。神様、あなたを全面的に受け入れてくださっていますよという宣言。これが実はイエス様がなさった伝道ではなかったかと思いますね。例えば中部の人を癒すとイエスは言われました。来よ、あなたの罪は許された。イエスはどんな人も許しました。分け隔てなく許しました。で、そしてイエス様は言われた。人を変えるのは掟ではない。ルールではない。むしろ無条件の自由である。多くの人がですね、クリスチャンになる決意をしますと、さあイエス様を信じました。これから何をしたらいいんでしょうというふうに言われますね。クリスチャンになるといろいろとルールが来るんだと思うわけです。でもイエスは一切のルールを排除しました。いいえ、あなたはありのまま、そのまま私のもとに来ればいいんです。これがイエス様の招きだったんですね。ですからイエス様はどんな人もそのまま、罪があればあるまま、欠点や弱さがあればそれもあるまま受け入れられました。真の再生というものは、これは無条件の許し、無条件の自由から始まるのだというのがイエス様の確信だったんです。で、これがイエス様の宗教であったというふうに言っていいと思いますね。で、いかがでしょうか、私たちがですね、伝道するときに、そういう確信を持ってですね、伝道しているだろうかというふうに思います。考えてみますとですね、天の父もそういう方でありましたね。イエスは言われなかったでしょうか。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてください。本当に天の父は寛大な方です。分け隔てなく多くの人々を受け入れておいでになる様子をイエス様は語られました。またこの神様は驚くほどにですね、万人に対して寛容であり、分け隔てのない方でありましたね。過去に罪を犯した人にも、今日罪を犯した人にも、一度だけ罪を犯した人にも、十度罪を犯した人にも、この神様は寛容であられたというふうに思います。まさに放蕩息子の父親はいかがでしたか？彼は再びですね、この彼が戻ってきた時に自分の息子として受け入れるのに何か条件をつけたでしょうか？今後じゃあね、うちに戻ってくるんだったらば、こういうことは絶対にやってはいけないというような条件をつけて受け入れたかというと、そうではなかったですね。むしろこのお父さんはですね、息子を見るなり、彼の謝罪の言葉なんか聞こうともしないで、ただ彼を抱きしめて、いなくなった息子が帰ってきたと大喜びしたということが書かれています。これ皆さん、神様の心です。そしてイエス様もね、こういうお方であったと思います。ですから、一人の人が悔い改めたらば、何が起こりますか？天では大きな喜びがあるであろうというふうに言われていますね。つまり、天の完成というのは、これは許しの宣言の大合唱なんだと思います。ですから皆さん、許されない罪なんてありません。
ですね、神様がですね、条件をつけて、そして私たちを受け入れないというふうにおっしゃることは決してありません。で、イエス様の招き、これは無条件の招きなんだと思いますね。で、ですからヒルティという人は言いました。むしろですね、人間を神様から引き離すのは、その人の罪ではないと言いました。むしろ何かというとですね、人間を全ての善から引き離すのが、それは何かというと、その一つは、今更改心しても許してはもらえないという思いだって。今から悔い改めももうダメだ。手遅れだ。と、こういうふうに言うことほど、人間をですね、この神様から引き離すもの、全ての善から引き離すものはないと彼は言いました。そしてこう言っています。神はどんな後悔でも聞き入れてくださる。ずっと後になってからでも、また何度も悪へ逆戻りしてからでも許してください。我々の主は助力と平和を求めてくるどんな人間をも突き放しはされない。もう一度はっきり言うが、どんな人間をも例外なく、どんな人間をも、とこういうふうに言っていますが、これがイエス様の宗教の根幹にあったんだと思います。つまりイエス様の宗教の中心は、許しの宣言にある。ですから我々が伝道するときには、あなたは許されていますよ。神様は無条件であなたを受け入れてくださっていますよ。あなたはあなたのまま、このイエス様のところに来ればいいんです。これが私たちができる最善の伝道なんではないかというふうに思いますね。かつて、菊池屋という、ね、牧師さんがおりました。で、僕はこの方の説教を聞いて非常に励まされ、慰められたことがあったんですが、で、その方はですね、自叙伝の中で自分の不幸な生い立ちについて語っておられましたね。彼のお母さんは遊郭街で、つまり戦争前のことですね、ずっと前のことです。遊郭街で料理屋を営むおかみでした。で、そのため、この少年はですね、この菊池牧師は少年の頃からずっと劣等感を抱いていました。どうしてお母さんはこんな商売をやるんだ、こういうふうに思ってですね、それで、この自分を人が見ると、そういう偏見で自分を見ているというふうに思って、自信を持つことがなく、本当につらい少年時代を彼は送っていたと書いています。で、ところが、ある日、ですからもう彼は結構な不良でもあったんですね。昔のことで、旧制中学に入るほどでしたから、頭は良かったんだと思います。また、お母さんが遊郭を、料理屋を開いて、お上でもありましたから、まあ、お金もあったんでしょう。ですから、ちゃんと中学校へ行く、旧制中学へ行く学費も払えたんだと思います。けれども、彼はですね、勉学の喜びはなく、そして、あたかも不良のように生活をしていたと言っていました。ところがある日ですね、ロボーでキリスト教の伝道者の説教を聞くんですね。その説教は、あの会員の現場を見つけられ、イエスの前に引っ張り出された一人の女についての説教だったんですよ。ですから彼はですね、ふっとですね、思いました。で、あの女とは、まさに自分の母であり、自分のことではないか。一体イエスはそんな女をどう扱われるのかというふうに思ってですね、まあ人に見られないようにこの郵便電信柱のですね陰に隠れて、そしてじっとその説教者の言葉に聞き入ったとあります。するとですね、その説教の中でイエスが言われました。で、人々はやってきて、この人は会員の現場で見つかった女だ。モーセによると、こんな女は石で打ち殺せと言っている。あなたはどうするのかというふうに、この人々がイエスに迫った時に、イエスはじっと下を向いて字を地面に書かれておられたとあります。
そして彼らがあまりに迫るので言われました。あなた方の中で罪のないものからこの女に石を投げるがよいと、こういうふうに言われた。そうするとですね、ふっと生きり立っていた彼らもですね、戸惑いました。そしてだんだん年老いたものからそこを去っていったというふうに書かれているんですね。で、やがて、ね、誰もいなくなってしまった。で、その時に地面に字を書いていたイエスは女に言われたとあります。あなたに石を投げた人がいましたか？すると誰もいませんと、その女が答えますと、イエスは言われました。私もあなたを罰しない。これからは罪を犯さないよう。イエスはその女を責めるどころか、非常に優しく声をかけられた。その場面の説教を菊池少年は聞いたんですね。あなたも私もあなたを罰しない。この言葉が電撃のようにですね、この菊池少年の心に走りました。菊池少年の心は激しく、まあ、揺さぶられたんですね。そしてイエス様のこの優しさに感動しましたですね。で、まあ、そういうところをですね、この読んでですね、もう彼はですね、とてもイエス様の優しさに慰められるわけですね。結局この出会いがこの少年を変えます。そして後に彼は伝道者となっていくわけですね。で、僕はこういう話を読みながら、一体どれだけの人がイエス様に許されて新しい人生を始めたことだろうかというふうに思います。ですから、どこを読みましてもイエス様の宣教の中心は罪の許しにありました。あるいは全面的な自由にありました。ね、私の場合もそうでした。あなたはそのままでいいんだ、そのまま私のところに来なさいとイエス様は招いてくださった。ね、誰でも重荷を負って苦労している人は私のところに来るがよいとおっしゃったですね。こういうようなこの寛容なイエス様の招きに多くの人々の心は許されたんだと思います。こういうようなイエス様の宣教から思うのはですね、この許しということぐらい人の心を動かすものはないのではないかということです。イエス様はそのことをよくご存知でした。そしてそのメッセージを人々に語られたんだと思います。で、皆さんはアメリカの大統領リンカーンのことをご存知だと思いますが、この人もですね、寛容の力と言いましょうか、許しの力がいかに大きいかということを知っていた人でもあったと思いますね。まあ、南北戦争の時にですね、まあ、軍法会議で銃殺の刑を受けた兵士たちがたくさんありましたですね。そうしますとですね、彼はその度にですね、彼らに特赦を与えた。で、あんまりですね、その銃殺の刑を受けた兵士たちに特赦を与えるので軍の指揮官から不満が起こりました。これでは軍隊の威厳が保てない。で、それに対してリンカーンはこう答えたそうです。それでなくても多くの兵士たちが死んでいるんです。脱走したからという理由でどうして若者たちの尊い命を奪いましょう。こうしてですね、リンカーンによって命を助けられた兵士の数は数百名に及んだと言いますよね。ところがですね、リンカーンによって許された若者たちはリンカーンの優しさを忘れませんでした。そして自分のことをそれほどまでに取っ込んでくれる人がいるということをですね、彼らは本当に感激して、そして心を動かされて、そしてその後はリンカーンのためならば死んでもいいと思うような本当に勇気ある兵士へと彼らは変えられていくんですね。その後の彼らの生き方は一変して、実に勇敢な忠実な兵士となったとあります。そして彼らが戦場で倒れた時には、その胸にはリンカーンの特赦の手紙が大切にしまってあったとあります。まあ、こういうのを見ながらでもですね、許しというものは実に人の心を変革するんだなと思いますですね。これは皆さん
許しということの持つ大きな力だというふうに思いますね。で、ですからまずですね、この皆さんに今日知っていただきたいなと思ったのは、私たちが携えゆく福音とは何かというと、人々を受け入れるということです。どんな人を受け入れるということです。そして許すということです。なぜかというと、我々も無条件でイエス様に許されたものでありますからですね、まあ、そういうような一つの許しの福音をですね、私たちはこの周りの人に携えていきたいなというふうに思いますね。でもう一つね、僕はこのイエス様の福音によって得たものがあります。もちろん無条件の重要は僕の心を非常に慰めてくれました。今一つはですね、このイエス様の福音によって私は自分というものがいかに尊い存在であるかということを知らされたことです。それまでは僕は大変卑屈に生きていました。自分なんかダメだとかですね、あるいは挫折の気持ちで生きておったんですけれども、イエス様に出会ってですね、イエス様は、いいえ、あなたは神の前に実に尊い存在なんだということをですね、まあ、教えてくれたですね。これはですね、皆さんが福音書を読まれるとこの数多く出てまいります。イエスは人を許し受け入れただけではなくて、一人一人がいかに神の前に尊い存在であるかを知らされたですね。ですから人間としての誇りの回復といいましょうか、名誉心の回復といいましょうか、そこに僕はイエス様の宗教の大きな力があったように思うんですが、いかがですか皆さんはですね。ですから福音書を読みますとですね、なんとイエス様によって救われ、そして人生を変えられた人たちの中には、これはですね、主税人や罪の女たちが大勢いました。しかし彼らはイエス様に出会ってからそこにとどまらなかったんです。むしろ彼らはですね、そこから初めてですね、以前とは全く違う、もっと気高い目的のために自分を捧げて生きようというふうに彼らは変えられていきました。罪の女は涙でですね、そしてイエスの足を洗ったし、そして自分の髪の毛でイエスの足を拭いたとありますよね。こういうような行為をしました。卑屈な気持ちで生きていたマタイもイエスと出会って罪許されて、なんとですね、美しい三条の説教をですね、書き写したマタイによる福音書を残したわけです。まあ、こんなふうにですね、福音書を見ますと、卑屈な気持ちで生きていた人、自分に誇りを持てなかった人々が本当に変わっていく姿を私たちはイエス様を通して見ます。これ皆さん2000年にわたってイエス様がなさっていることだというふうに思いますね。有名なムーディーという人は、これは靴屋の小僧でした。しかしながらイエス様と出会って本当に人間としての尊厳を取り戻しました。そして自分の人生をイエス様に捧げて、偉大な伝道者に変わっていきました。これも数多くの人々が人間としての誇りを取り戻していく過程が、これは福音宣教の過程だというふうに思いますね。ご存知のようにザーカイもそうだったではありませんか。彼を別人にしたのは、これは人としての尊厳の回復だったんです。彼はそれまでですね、お金こそが自分を支えてくれると思っていました。なりふり構わない方法で、富を得ておりましたね。しかし彼の心にはね、癒されることのないある種の後ろめたさがありました。人々は彼をまず癒しい人間だと思っていたんですよ。いくら自分がお金があっても、人々は私を癒しいと思っている。で、そしてまた人々だけではない、彼自身が自分のことをそういう人間だ、富は溢れるほど持ちながら、
人間としての誇りを持てずに生きていたというのが、これはザーカイの本当の姿だと思いますね。ところが、そんな誇りのないザーカイに向かってイエス様はある時声をかけたんです。声をかけただけではありません。彼の名前を個人的に呼んだですよね。ザーカイよ、今日あなたのところに泊まることにしている。これはびっくりしましたね。ザーカイはですね、一体誰が今までに自分にそんな声をかけてくれた人があったろうか。もうイエス様の愛に満ちたその会話か声はですね、もうザーカイには圧倒的な価値として臨んだんですね。これはザーカイには驚きの出来事でしたね。そこで彼の心は大きく変革しました。そして、思いました。これまで私のことをこんなに大事に扱ってくれた人はいない。ところがこの方は私の名前を呼び、今日私の家に来て泊まってくださるという、このイエスとの出会いによって彼の人生は一変するわけです。彼は思ったでしょう。この方と一緒ならば私は新しい人生を始めることができるのではないか。この方と一緒ならもう少し私は自分に誇りを持って生きることができるのではないか。こうして彼のうちに希望が湧き上がってきたわけですね。これが彼を大きな決断へと導きます。そして彼は言いました。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。ね、何が皆さんこの大きな決断を彼にさせたと思いますか。これは名誉心の回復です。ですからこれは我々人間にとって非常に大切なことだと思います、ね、ですから我々の罪が許されること、私たちを受け入れてくれる人があるということ、でそれだけではなくて受け入れられるに値するような、何と言いましょうか、本来自分にはかけがえのない命があるんだということを発見すること、まあ、これがですね、僕はイエス様の福音がもたらしたものではなかったかなというふうに思います。で、皆さんはそれぞれ自分の人生を振り返ってイエス様と出会った時のことを思い返してどう思われますか。で、僕自身もイエス様と出会った時はですね、本当に何と言いましょうか、傷ついた心でしたね。卑屈な気持ちで生きていました。ところがキリスト教が私にしてくれた最大のことは何かって言ったら、これは人としての誇りを取り戻してくれたことですですね。まあ僕の家はですね、まあ、皆さん若いからわからないかもしれませんけど、僕が生まれたのは中国で生まれた戦争前にですね。ですから戦争に敗れて中国から引き上げ者として帰ってきましたから、家は本当に貧しかったですね。ですから勉強しても大学へ行く道は閉ざされているように思いましたね。そんなわけでとても卑屈というような生き方をしておったです。それでですね、大学は無理だろうと思って僕はですね、国立の電波高等学校っていうのがあったんですね。それは国立でしたから、しかも奨学金が出るのでほとんどお金がかからないで、行ける、まあ、そういう学校でした。ですから全国に3つそういう国立の電波高校がありまして、東北の仙台と、四国の詫間と、それがたまたま偶然熊本のにあったんですね。それで、まあ、その学校を受けました。そして運よく受かったんですね。ですから受かった時は喜んでそこに入りました。でも入って分かったのはね、僕は電気の勉強が嫌いだということが分かったんですよ。それでもう非常に落胆しました。こんな勉強をずっとやるのかと思うと憂鬱な気持ちになったんですね。自分の選択を誤ったと思ってもう失望しました。しかしだからといってこの学校を辞めるわけにいかない。それでだんだん意欲を失い、投げやりな気持ちでおった。その夏休みに僕は女の婦人の宣教師と出会ったんです。
ね、寮から自分の実家に戻っておりました。その小さな町に、ですね、一人の外国人の女性がいます。その人は何なのとしますと、キリスト教の宣教師だよとこういうふうに教えてくれました。で、僕はですね、電気の勉強は嫌いでしたけど、英語は大好きでしたね。ですから生の英語を聞きたいなと思ったんですね。でも個人的に会う勇気なんてありませんでした。ところがある時、偶然その宣教師と出会って、その宣教師が私に声をかけてくれました。ぜひ教会にいらっしゃい。で、僕は本当にいいのかなと思いながらですね、悩んで、1週間、ね、この迷いましたね。なかなか教会の敷居というのは高いものです。そして、やっぱり行ってみよう、そう思ってですね、1週間後に教会の戸を開けますと、この前あったその宣教師が出てきました。そして彼女は私にこう言いましたね。もうあなたと会って1週間も経つからね、もう来ないかと思っていたらよく来てくれました。実はあなたのために毎日この1週間祈ってたんですよとこう言われてですね、ああそんな風に思ってくださったのであれば、もっと早く来ればよかったなとこういう風に思ったですよね。こうして僕は初めて教会の門をくぐったわけですね。そしてその宣教師と話した。で、驚いたのはですね、やっぱりこの宣教師の心の広さですね。で、彼女は、ね、学歴とか地位とか能力といった物差しで人間を見る人ではないということが瞬間に分かりました。本当にこの人の広い心に自分が受け入れられていることを感じましたね。そしてですね、なんと自由な心なんだろうと思ったんですね。で、ああこの人のようになれたらどんなにいいだろうという感動を覚えました。そして彼女に憧れたですですね、自分の卑屈な心とはあまりにも違っていたんですね。これが僕のキリスト教との出会いでした。で、そうしてそういうような自由な心ですね、卑屈でない、あるいは学歴やあるいはですね、この何と言いましょう、社会的地位やそうしたものに何のこだわりもないような、あの自由な精神を持つことができたらどんなにいいだろうというのが、まあ、僕のその時のですね、思いであったんですね。やがて夏休みが終わって、私は自分の寮に戻りますと、その宣教師から手紙が来ました。それでですね、僕はその英語の手紙を初めてもらってですね、この読んだですね、まあ、不思議にですね、この英語でやっても個人的な手紙だと分かるもんですね。で、そして僕は夢中でそれを読んだですね。で、そうしたらその手紙の最後に聖書が引用されていましてですね、イザヤの43章の言葉でしたね。で、こういうふうに、その言葉が書いてあった。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。こういうふうにあったんですね。そうしたらその宣教師は、このヤコブとかイスラエルのところにあなたの名前を入れて呼びなさいと書いてあったんです。それで僕は言われた通りにですね、その自分の名前を入れて読んだ。で、先を読み進んでいくとですね、この神様が私に向かって語っておられるように僕は感じたんです。それはこういう言葉でした。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。それを読みながらね、なんと優しい神様だろうと思いました。で、非常に心が慰められるのを感じました。そして、
この神様は自分のことをこんなに尊く思ってくださるんだというような気持ちがですね、僕の心を力強くですね、この励ましてくれたんですね。で、僕は思いました。で、こんな優しい神様が、ね、これだけの思いを持って、私のことを愛してくださるのであるならば、私はこの人に自分の先生、人生を捧げていきたいと思ったんですね。ですから僕はキリスト教との最初の出会いはですね、あなたはね、クズではない、あなたは私の目には非常に尊いという、まあ、神様の言葉だったと思います。そしてこの天地を作られたこの神様が自分のお父さんであるということに私はとても驚きましたね。で、その思想がその後僕の人生に大きな影響を与えることになりましたですね。それまでは僕はですね、自分の父や母ですね、自分の両親の期待に沿うことが自分の人生と思ってたんです。ところが自分はこの父や母よりもずっとですね、この何と言いましょうか、この遠い遡って神様に僕の存在の起源はあるんだということを知ったわけですね。その時にこの両親に対する責任よりもこの天地万物を作り私に命を与えこの地上に送り出してくださったこの神様に対して自分は責任がある存在なんだ。初めて自分が神の周りは尊い存在だということをですね、その時に知らされて、この命を、ここまでですね、自分を大事だと思ってくださる神様に自分を捧げていきようと思ったんですね。こうして、僕はね、初めてこのキリスト教に出会って、イエス様に出会って、まあ、自分というものを取り戻したんだと思います。ですから僕は、イエス様の福音とは何かって言ったら、これは全面的な受容と、つまり許しと、もう一つはですね、私たち一人一人がかけがえのない存在だということを教えてくれる、そのことの中に福音というものはある。で、それを知るまでは、私たちは自分の人生を意味ある、力強いですね、確信に満ちた人生へとは導けないのではないかとさえ思うんですね。ですから、まあ、皆さんにお伝えしたいことはですね、この2000年前にイエスが人々に語られた宗教の本質はどういうところにあったかということです。もしそれが宗教の本質なら、私たちもまた人々に対してこの2つのことをですね、携えていきたいなというふうに思います。で、皆さんはマルティン・ルーサー・キングの非暴力運動っていうのはご存知だと思いますが、でそれが成功したのは何かというとですね、これは黒人たちの人としての尊厳を取り戻したことです。これがやっぱり一番大きな力だったというふうに思いますね。まあ有名なバースボイコット運動っていうのがありました。白人に石油を譲らなかった一人の黒人女性が逮捕されたことから始まったんですね。その時黒人たちは決意しました。差別されるくらいならばもうバスなんか乗らない、歩こう。こうして彼らはですね、みんな職場まで長い道のりを自分の足で歩き始めたんですね。その数はですね、毎日毎日増えていきました。そして1万数千人の人々がバスに乗らない、差別されるバスなんか乗らないで歩いてですね、この職場へと向かい始めたんですね。で、しかしながらですね、これはもう何ヶ月も何ヶ月も続いたんですよ。すごい運動でしたね。しかしながらその歩き方には威厳がありました。顔は輝き、そこには卑屈な感情はみじんも見られませんでした。何のために歩いているのかを彼らは知っていたからだと言われますね。一人の老婦人が辛そうに足を引きずっているのを見まして、車に乗らないかとある人は誘います。すると彼女はこう言って招きを断ったそうです。私は自分のために歩いているのではありません。私の子供や
孫のために歩いているんです。でこの言葉がさらに多くの人々にですね、この感動を与えました。運動は成功し、そして屈辱的な差別法はですね、この除かれました。黒人たちの大勝利ではありました。しかしですね、この白人たちに対する態度についてはこの指導者のキング牧師はですね、人間としての品位にかなったものであるようにと繰り返し黒人たちに語り続けたそうです。自分たちの得た権利を自分たち白人たちに見せつけるような態度をとってはいけない。白人であろうと黒人であろうと、他人の隣に席を取るときは、あるいは着席する際に、ごめんください、excuse me と言って、あるいはここにかけてもようございますかと挨拶するのが普通の礼儀なんだと教えたというふうに言われていますね。でこの教理が黒人たちに多くの利益と権利をもたらしたことは確かでありました。しかし、僕は驚くのは、それがキング牧師が目指したものではなかったというんですね。じゃあ、キング牧師が目指したもの、この運動の最大の成果はどこにあったかというとですね、これは黒人たちの心の中に自分を大切だと思う、その思いを植え付けたこと。これがですね、その運動の最大の成果だったと言われています。ですから、イエス様が私たちに伝道なさったときに、最終的に私たちの心に植え付けようとなさったのは何かというと、あなたは神の前にかけがえのない存在ですよ。こういうことをですね、与えようとなさっていたんではないかというふうに思いますね。で僕はそれがね、神様のメッセージなんではないかというふうに思います。ですからどうぞ皆さんですね、イエスの宗教とは一体何だったのか、福音書を読みながらですね、皆さん思い起こしていただきたいというふうに思います。なぜイエス様の宣教は当時の宗教家や律法学者やパリサイ人たちと激しい対立を見たのかということです。彼らも宗教家だったんです。そして真面目に人生を生きていた人たちだったんです。しかしながら彼らが人々に与えたのは律法であり、戒めでありですね、ルールでありました。それに対してイエスはそんなものをはるかに超越して、万人をどんな人をもですね、無条件で受け入れる。これがですね、多くの傷ついた人たちの心を癒していったんだと思います。そしてまたその人たちにですね、そのままでいいよと言っただけではありません。その人のたちの心にどんなにその人がかけがえのない尊い存在であるかという思いをですね、しっかりと植え付けた。それが人々を変革していったんだと思います。ザーカイも変えられた、マタイも変えられた、そして振り返ると私も変えられました。そしてきっとですね、今この社会は競争社会でしょう。子どもたちも大変ですね。きっと傷ついた子どもたちいっぱいおります。自分なんかダメだと思っている子どもたちはいっぱいいます。でも彼らがですね、もしイエス様によって受け入れられ、そしてその心が癒されるなら、力強くですね、自分の人生をですね、そういうような比較したり、あるいはですね、競争したりする社会とは全く別の形で自分の人生を意味あるものにしていくことができるんじゃないかというふうに思うんですね。ぜひそういう福音を私たちは携えてこの世の中に出ていけたらなというふうに思います。できればどうぞ皆さんね、福音書を読みながら、イエス様の宗教は何だったのか、イエス様が語ろうとしていたことは何だったのかをですね、もう一度ですね、読み進めてほしいというふうに思います。今日はそれぐらいで終わりたいと思いますが、一言お祈りをします。天の父なる神様、今日はイエスの宗教とはどんなものであったかということについて一緒に学びました。それは許しの宣言でありました。私も本当にあなたによって無条件に受け入れられたことが私の人生を大きく変えました。
そういうような変化を体験する人たちが私たちの周りにたくさんいるはずであります。特に若い人たちの中に傷ついている人があるならば、本当にイエス様と出会ってその人生を全く別のものとして生き生きと生きていただきたいと思います。今日学生たちとそうしたことを学ぶことができて心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、あと数分ありますが、皆さんからですね、質問を受けました。ありがとうございます。たくさん、あって、もうあと今日は時間があと数分しかないので、十分なお答えはできませんけれども、まあ、こういうような質問がありましたね。まあ、昨日お話しした中国へ逃げていった女性のことを話しました。それに感動したというふうにおっしゃってくださいました。で、そういう僕のですね、過去50年の牧会生活の中で、この非常に、まあ、喜びと感じた体験があるならば、そしてまた50年の牧会をしていく中で、大切にしていることがあるならば、何であるか聞きたいというようなのが第一番目にありましたね。確かに50年は非常に長いですね。で、こういう50年の人生伝統生活の中で、とても1、2分では話せないようなことがたくさんあるわけですけれども、これ少しね、まとめてお話をしてみたいなというふうに思っていますね。他にもいろいろと、とても皆さんよく人生考えておいでになるんだなと思うような質問がいくつもありました。でもその中のいくつかはこれからお話しすることの中にもうすでに語っているものもありますけれども、まあ実はですね、僕は、この町で50年伝道していると言いましたが、この町に残りたくはなかったんです。ですね、もう実はこの町の伝道は50数年前にアメリカ人の宣教師によって始められたんですけれども、その通訳をしていたのが私の妻です。もともとその宣教師は東京の日野教会で牧会をしていたんですけれども、彼はですね、私は、どうしてもまだ一度もですね、福音を聞いたことのない人に福音を語りたい、そして教会のない町へ行って、そして宣教したいという強い願いがあって、それではるばる東京から、まあ、九州にやってきたんですね。そして九州にやってきまして、記者旅行をしました。そして、旅行しているときに、彼は大分県の日田という町を通ったんですね。そこで降りました。ご存知ですか、大分県に日田という町がありますが、森林、ね、木材が盛んな、林業が盛んな町ですけれども、とてもそこが気に入ったんで、そこで伝道しようと思ったんですけれども、実はそこには2つ教会があったんですね。それでそのまま大分まで行きまして、それから今度は大肥線という列車に乗ってですね、大分から熊本へ行く汽車に乗って、熊本の方へ下っていきました。その途中で実は彼の知っている宣教師を訪ねるために、この私の今伝道している大津という町で降りたんです。で、そうしたらバスに乗ろうと思ったら、田舎の小さな町ですので、バスは2時間に1本しかないんですよ。それでですね、たくさん時間があるので、彼はその町をぶらぶらと歩きました。で、そうして聞いてみると教会がないということだったんですね。歩いているうちに彼は気に入りました。そうだ、じゃあここで伝道しよう、そう思って彼は東京に帰っていった。そしてやがてですね、この町にやってきました。
で、その時に東京から通訳者として私の妻、結婚する前の妻を連れてやってきたわけです。で、そこで伝道が始まったんですね。その時、通訳をしていた私の、女性と僕は婚約をしていて、で、僕はその頃ですね、イギリスで勉強していました。で婚約中に彼女は先にこの町に来たんですね。で、帰ってきまして結婚しました。結婚して関西の方で、このまたオランダ人の宣教師と一緒に伝道を始めていたらば、まあ結婚したらここの大津で伝道しているアメリカ人宣教師は通訳者がなかなか見つかりませんでした。それで助けてくれないかと言われて、僕たちはじゃあ1年間の約束でこの町に、じゃあ助けましょうと言ってやってきたんですね。ですから1年間の約束で、1年したら通訳者を見つけてくださいよというつもりだったんですけど、そしたらその宣教師は1年も経たないうちに、私たちはもうアメリカに帰るからこの伝道をあなたが続けてくださいって言われたんですね。ちょっと話が違うんではありませんかと思ったんですけれど、で、なぜそのアメリカ人の宣教師は去ることになったのかなと言いますと、最初は田舎のお町ですから高校生たちがたくさん来ました。でも皆さんね、たくさん高校生たちが来ても卒業するとみんな遠く行ってしまうんですよ。それでですね、せっかく来た子どもたちはもうほとんどいなくなった。で、それで、まあ、その落胆もあったでしょうけれども、後を続けてほしいと言われて、で、僕はとても困りましたですね。それで僕はなんとか逃げようと思っていろいろ苦労したんですけども、まあ、逃げられなかった。それでここに残ることになった。それが始まりなので、あまり高いモチベーションがあったわけではないわけです。で、まあ、そういう伝道をその後どうやって始めたのかはおいおいお話をしたいというふうに思いますね。はい、それでは時間が来ましたので、次の授業までお休みの時としたいと思います。じゃあまた20分後お会いしましょう。